はいどうも、えー、トッサン TV のトッサンです、えー、これで、えー、第三回目の配信になりますよろしくお願いします、えー、これはあのハムタンと色違いなんですけれどもハムハムになりますよろしくお願いします えー、今日はですね、えー、幼少期の頃を思い出してみよううといいお話でございます、えー、幼少期の頃を思い出すというのはですね、えー、人間というのは30を超えてからですね思い出す頻度が非常に多くなるとお言われています。で私自身ですね、えー、ものすごいおじいちゃん子だったんですね。でいまだにじいちゃんのことを思い出すと本当胸があったかくなるような。 え気持ちになるぐらいおじいちゃん大好きで、えー、おじいちゃん子でした。えー、そのお話を少しさせていただきたいと思います。えー、私が小さい頃ですね、えー、父も母も自営業をしておりまして、えー、まあ父が会社をやっていて母がそれを手伝いに行くっていうような形で、あの工事電気工事の会社だったので、まあ現場いろいろ飛び回るわけですよね。 でえー、今のような労働基準法なんていうものはですね全然機能していなかったので、えー、工事にもかかわらず徹夜をするというようなこともたくさん、えー、やっていて父が頑張っていたのでそれをまあ母が支えていたと。お自然的にまあ家に家いいないわけですよねで兄の小さい時はそういうことはあまりなくて弟の小さい時もそういうこともあまりなかったんですけれども、まあ、たまたまその父と母が忙しい時期が私の幼少期とかぶってしまったと。 でいつも両親がいないのに、まあ、小さい僕がですね、えーまあ、じいちゃんから見るとすごくあのこの子は不憫だとういうことを言ってたみたいで、えー、じいちゃんがとにかく可愛がってくれたと。で、まあ、僕の幼少期の断片的にある記憶ではですね、えー、とにかく、えー、じいちゃんの膝の上にこうちょこんと座っていてですね で何分かおきぐらいにです、ね、こう後ろからこうじいちゃんのいうかニョキッと出てきてです、ね、こうちっちゃいボーロっていうちっちゃいあのお菓子があるんですけれどもビスケットみたいなお菓子が、まあ、何分かおきにこうはこ口の前までこう運ばれてきてそれをあむってこう食べるとであとは、えー、ポンキッキとかです、ね、そ,ううそういう教育テレビみたいなものを、まあ、ついてこっちのテレビでついていてた、えー、ただたじいちゃんの。 膝にいてすごくあのほんわかした気持ちで座ってるっていうのが、まあ、僕の幼少期の記憶ですね。で、えー、そんな僕なんですけれども実はハイハイをしない子供だったんですね。ハイハイをせずにこうお座っている状態で足を前にこう蹴り出して後ろにエビのようにですねザ,ザザザザザザッとこう進んでいくっていうことをそういう移動の仕方をしてた子供ででそれがまた結構早かったらしいんですね、えー、である時ですね。 えー、その同じような感じでザザザザザッとこうでじいちゃんがまあ危ないから追っかけるわけですねこれこれこれっつって、えー、でその追っかけてくるじいちゃんがもうとにかく楽しかったみたいでもうキャッキャッキャッキャ言いながらこうエビのようにズリ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 ずり動き回っていたらしいんですけれども勢い余って縁側にこう僕は落ちちゃったらしいんですよね。でまあ、頭を当然打ってしまうので で帰ってきてからまあおふくろも,もです、ね、とあとまあおばあさんですねおばあさんの方はです、ね、ちゃんと見とかないかんがねっていうことで相当じいちゃんに対して言ったみたいででまあそれ以前にじいちゃんは大好きな僕が落とし怪我をするかもしれない縁側に落ちてしまったということでですねまあとにかく落ち込んだみたいですね。あのばばああささんんんんででですすらららおおちゃ今までここななじいいいい見たことないっていうぐらい まあじいちゃんが落ち込んでたとでそれをまた大人になって僕はその話を聞いてですね、えー、ますますそのじいちゃんへのですね、えー、温かい気持ちじいちゃんありがとうっていう気持ちが、えー、強まったというお話です、えー、皆さんにもですねこう小さい頃の思い出、よくカウンセリングなんかで小さい頃の辛かった思い出を大人になってから消化して、えー 自分のトラウマを克服していくっていうようなカウンセリングの手法がありますけれども、えー、僕はですねもしつ辛い思い出しか幼少期にないっていう方もいるので、えー、そういう場合はまああれなんですけれどももし楽しい思い出その心があったかくなるような思い出をですねちょっとでも思い出せるんであればですね是非時間のある時に、えー、思いを巡らしてみることをおすすめしたいなと思います。 ものすごくあったかい気持ちになります。ものすごくこう生きてるなっていう気持ちになりますので、えー、でまたですね、えー、コメント欄に何かそういうご自身のお話がありましたら、ぜひコメント欄に、えー、書き込んでいただければなと思います。今日はトス、えー、さんとじいちゃんのお話でございました。ありがとうございました。